地上戦訓練するよー。みんな元気ー。フェレット戦機へ。今回は AK-47 を持って地上戦訓練をするよう。アクトマートカラシニコバ総略スエイミに入るカラシニコフが設定し、1949年にソビエト連邦軍が正式採用した自動小銃で、実戦の過酷な使用環境や戦時下の劣悪な生産施設での生産可能性を考慮し、部品の交差が大きく取られ、卓越した信頼性と耐久性、高い貫通力、高い生産性を実現。世界で最も多く使われた軍用銃としてギネス世界記録に登録されている。現在までに少なくとも80の軍隊と何百ものゲリラ、反政府グループ、民兵組織、テロリスト、犯罪組織によって使用されていることから、テロリズムを象徴する銃とも言われてます。日本周辺ではロシア、中国、北朝鮮、韓国など、アメリカでは、敵地の武器に関する訓練や特殊作戦を中心に AK-47 を使用。日本では AK-47 を研究用として、正規輸入品として防衛省内で運用。正規輸入価格は89式よりも高額だったと言われてます。概要欄に参照したウィキペディアを貼り付けますので、気になった方はご覧ください。ちなみに COD コトコール、オブ、デューキシリーズは、戦争をテーマとした、ファーストパーソンシューティングゲーム、FPS で、今しているのはアプリ、モバイル版、みんなでしてます。操作は画面左側が前後、右側が左右になります。右上にマック、マイクなど、その下は倒してため、使用できる火炎放射、十字が正確に狙う照準、立ったり障害を超える、しゃがむ、伏せる、リロードになります。次は火炎瓶や手榴弾、メインとサブの武器、装備しているドローンになります。ここにキル表示、その上が現在の総キル数が出てます。そして最後に左がアーマー、右が体力になります。今は AI との練習なので、こんなプレイしてますが、プレイヤーバトル、始まったゾンビでは注意してね。左端のドローンで攻撃しよう。定めてー、今だー。ちなみに自分の好みにカスタムできるよ。私は初期でしてるから画面は初期配置。射撃もオート、またはタップで射撃にも変えれるのでプレイしやすいスタイルを探してみてね。敵陣に入っているから下がろう。囲まれちゃうしね。味方さんも頑張ってるしね。一人かー、まとめたかったなー。天井や梁に当たるからドローンは注意だよー。あとバトルはモードによるけど、50キルしたら終わりだよ。AI は経験値は少ない。プレイヤーバトル、バトルロワイヤル、ゾンビは経験値はいいから、好きな武器のレベルアップ。それからカスタムしてねー。私はアサルトライフルが好きだよー。もう41かー。撃ちながら近づいて、火炎放射器で一気に行けるかなー。してみよう。よーし、行くぞー。あと5、どこが飽きた方かな。戻るぞ。わー、火炎放射が終わった。リロードして、あと4。こうなったら、突撃失敗しましたー。あと2、味方が倒すか。まだ2、ならばー、よくもやったなーくらいー。わーい、勝ったー。みんなも興味があったらしてみてね。ご視聴ありがとうございました。またねー。